にょです。2020年5月9日モーニング娘。20岡村ほまれちゃんの誕生日そんなような夜になっておりますもちろん今日はほまーちゃんをほまちゃんをほまちゃんをお祝いする動画ということになりますもういろいろ撮ってたらこの時間になっちゃいましたいやーそしてほ,ほまちゃん 見てるともう嬉しくなってしまいました。これはね。あまあまあまあ進めますかね。で、今日も3つポイントを山を作りましたね。もう1年未満の子で3つ挙げるとしたら、もうこれしかねえだろっていう3つにしたんですけど、えっとポイントをお知らせしましょう。お伝えしましょう。えっとまずは。 声の魅力まあ、声の魅力どんな感じなのかなっていうところ一つとえっ、ー、とどんなシーンが可愛いのかもう今日はほぼほぼ、うん、可愛いい節でいきますねどんなシーンが可愛いのかそれで3つ目これからそんなホマちゃんがどうなりそうなのかねーこれでいきましょう,、ね、もうそれしかないですよでこの3つじゃあ,あの取り上げて進める上で、まあ、僕がどんな感じで15期 モーニングスス15期見てるかなんていうところをおさらいする必要ないけどあのどんな雰囲気かっていうことをお届けして進行していきたいと思っておりますさあまず15期ですよね、えー、一番年上が北側、ね、オのリ央ちゃんになりますけどもねえ恩ちゃんなんて言われてるけどねで彼女が僕から見たらもうこういう動画で何回か言ってると思うんですけど モーニング娘ハロプロという文脈の中では一番彼女がしっくりくるうそういう雰囲気だと思っています、まあ、歌声というところでも何となくそのかもなく不可もなくなところもあるし伸びるっていう時にこういう風うな感じになるんじゃないかなっていうのはちょ,ちょっと想像できるところありますね、まあ、それが僕の見方っていうふうに思ってくれたら嬉しいですでもう一人パンダさんパワーですよーもう めいちゃん山崎めいちゃん、ねまあ、山崎めいちゃんなんてのはもう僕はねあの、まあ、みんな子供だけど本当に子供の頃からおいいなと思ってたタイプなんで、まあ、ちょっとモーニング娘。入ってくるっていうのは複雑なところも実はちょっとあったりしたんですよ。まあ今はもう,もう突き抜けててくれて,て最高ですけどね。でもそういうめいちゃんと同級生というね。えー のおまちゃんねこれは無警戒だったですよなんでかじゃあねえもう声の魅力いっちゃうちょっと前その前にちょっと何でか行こうかなん <laughs> でか行こうえー、っとねどの角度何言わせてもかわいいんですよ これホマちゃんかわいいって検索したら出てくるかなと思ってしたらまあそれはさすがに出てこなかったですけど「ほまちゃんこれか、うん、今かわいい」って言ったら「ホマちゃんだ」って浮かびますもん。これあのリオちゃんねであったりパンダさんがかわいくないわけじゃないんですよ。 どうしようもないのこれなんだろう,うんやっとずっと探していた何も理屈なく可愛いを共有できる子が現れたというような印象で見ておりますねえじゃあそれやっといきますか3つの表現じゃまず声の魅力からいきましょう岡村ほもりちゃんの声の魅力あの顔でもう,もう今だんだんタワーマンションみたいになってきてますよね で <laughs> よくないあのそれでのぶとい声で攻めようとしたりしてませんかねそこなんか昔の C.M. なんだっけちょっとタイトル忘れたとかだともう喋り声とかの延長線上とかの可愛い声なんですよであれで可愛い声させない芸がこれ This is Hello なんですかねそこが不思議なんだけども。 ある種いつかもし抜擢してくれんだったら徹底的なぶりっ子でやらせてあげたいなっていうのも思う節もある。ね。それはどうしてかというと彼女の声の中に何て言うのかな抑揚もあるけどもちゃんとなんかなんていうのアイドル声で鳴るポイントってあるんですよね。でそのののポイントっていうのを今の モーニング娘でまあこれもそうだけど3曲ぐらいのレコーディングの中で聴いてるとそこを引き出すような感じじゃなないですよねなのでどこか彼女の中に流れてるもともとのすごく何つうんですかね抜けきらないアイドル声なんだけどこの辺で鳴ってるところがいい声なんですよ。あれを生かすような曲っていうのがキンキンで楽しみだななんて思えるそんな想像を膨らます魅力ある声をしております。 ももう声も可愛いですじゃあまず声の魅力ねこれ一つじゃあ二つ目のセクション二つ目のセクションいきましょうどんなシーンが可愛いかさあこれはね私あの今年のあれですねハロコンですよね冬のハロコン拝見しましたで写真撮り放題だったもんですからもうついついホマちゃんホマちゃんになりがち ね、もちろんパンダさんも撮ってますだけどホマちゃんがいい顔すんのよこれどうしましょうこれ私あのツイッター検索していただければすごーくかわいいホマちゃんあげてますんであの1月のどれかだったかな共有、ね、なんかしてくれたら嬉しく思っあっ「魅の国」という名前でツイッターやっておりますホマちゃんやばいやばいもうなんかね幸せになれるっていうことですか 見つけたおかげであもちろんこの動画見られてる方々でまだいらっしゃらないと思いますけどまだあのモーニング娘。15期に気づかれていないそして岡村誉さんに気づかれていないラッキーなぜ俺を先に知った <laughs> これはねあなたの辞書のかわいいのページが変わります。 ねえなんでこれどんなシーンが可愛いかも,もっと付け加えましょうメンバー全員に可愛がられてるねこれはモーニング娘。で収まることは知りません他のグループの方々ももうこれはお手上げと可愛さの中ではまあこれはもう自分もそっちのフィールドではや,るやり合うつもりございませんというような意思表示たくさんのメンバーから受けてるそういう印象でございますなので可愛さねあの 道重さゆみが、ね、去年の FC イベントなんかでおっしゃっておりましたあの可愛さの中で言うとまあほまちゃんみたいなあの可愛さっていうのはなんか高さ的にバックにつけるんだったら自分的にはみたいなねことでああいうなんかさすがさゆっていうのはああいうとこのかわし方ですよねそういうのを心得ております。 確かこれはねあの宮崎ゆかちゃんも似たようなこと言ってたんだけどどのシーンだったかちょっと忘れてて怪しいんでこの回は避けておきます。ねあのねもう可愛いが揃っている世界に入って可愛がられるっていうのはねなんサラブレッド中のねもう馬でないサラブレッドみたいなもんですよね何言ってるか分かんないでしょうけどいやー やばいっすよでこれ一個だけねあの危険性を感じているのは1 7 5ンチとか超えてくる危険性可能性あるじゃないですかそこでで可愛さ保てるかかどうかすよねもう外国人の方ではスーパーモデル級でそれでも可愛いい保ってる方々たくさんいらっしゃいますいよいよハローから、ね、クマイちゃんでも達成できなかった。 175以上。あの方、182でしたっけで、まあまあ、まだ可愛い誰よりも可愛いね、やっていただきたいですね。そんなことを思わせる、ね、おまちゃん。何見ても可愛いです。どんなシーンか。答えは、何見ても可愛いい、ね。そんな感じになりました。じゃあ、2つ目は、えーと、どんなシーンが可愛いいか。この感じで、えー、3シーン目に、3つ目にいきたいと思っております。じゃあ、3つ目。これからどうなりそうか。 ねえここですこれからどうなりそうか先ほども申し上げました大きくなりすぎそうです、うん、そうすると今マリアを脱ぐか脱かないかラインに入ってるらしいんですよねあの先日ラジオですっけあれは何てラジオだったかなえー、忘れちゃったななんかラジオがあったんですそ,それで、えー、本人が喋ってらっしゃる「あモーニングダイアリーだ」 ね、それで喋ってらっしゃいましたね。なんか聖クラゲもしてらっしゃいました。ね、ご本人のご本人たちの言い分を察するともう年内ではないのかなという感じでございます。ねでここまで来といて岡村誉でね。2005年5月9日生まれじゃないですか？同じ年に生まれた年にですよ。同じ年じゃない？生まれた年どんな感じだったか？っていうところを付け加えて。 えっと未来イゾっていうところにまた戻りましょうか。ね、2005年ですから。2005年、モーニング娘。どんな年だったか。1月30日、飯田香カ卒業、えー、4月の14日、矢口真理脱退5月1日、久ス小春加入。カ5月7日、石川理ワ卒業ね、こういう。 モーニング娘。にとってはもう急に時代が変わるそんなね年だったということですよでそのタイミングでねこのサラブレッド以上岡村誉れが生まれてるわけですからさあこの誉ちゃんがどんな未来のモーニング娘。になるか最後は憶測で示させていただきます誉ちゃん多分過唱面にしていくと他のメンバーと噛み合い悪いっすよねで 不思議ちゃんかと言ったら、まあ、文房具の話とか真剣にしているとき不思議に見えがちですけど、内容ちゃんとしたこと言っちゃってるんですよね。でそうなると不思議に徹せないだろうと。あの焼き肉,キキ肉みたいなやってましたよねで当て。完全に当てちゃってるじゃないですか。不思議感がないんですよね。<laughs> 不思議な存在ではあるんだけど、実態はそうでもないっていうところが、 伸びてくるとちょっとこれねうんこれ歌もそんな下手じゃないんで,であとダンスなので「ラブペディア」ですかあの最初のこれもいいじゃないですかあの私これだけ言ってても全部可愛いいがもう浮かんでるんでこの「国王チャンネル史上」最悪のシナリオで締めますけど読めないっす <laughs> もう。 考察なく見て可愛いなあ今日も本まで可愛くてよかったなってなっちゃってるんでなんか読んでる時間無駄っていうような今日は締めで2020年の5月9日は撤退したいと思っております皆さんいろいろ言いたいこともあるでしょうけども国をチャンネル引き続きチャンネル登録なんていうのをしていただきながら15期のお話も膨らましていきたいとそんなふうに思っております。 じゃあ今日はまちゃん最高ということで15歳のお誕生日おめでとうもう活動が見れないの寂しいけど楽しみにしてるぜじゃあ良いサタデーナイトまたね